悪樹。そう呼ばれる宝珠の力により、人は容器にこうしうる術を手にし、新たな都を築き上げたのです。人にとって悪樹とは、日輪にも等しき存在と言えましょう。こやつらが白金人と呼ばれるものだ。だが人と都を脅かす異形の存在、この地に現れた白金どもを全て滅し、悪樹を名乗るのです。その身の脆弱さゆえか、白髪は離れて戦うのを好みます。取り逃さぬためには、その身の狙いを定めたとし、一息に間合いを詰めるのよいでしょう。